ですね、2級建築施工管理技士の学科試験のガイダンス、これを説明しましょう。でいきますとですね、ここで、学び方ね、この辺を少し合わせて学習していきましょう。そうしますとですね、まずその試験の流れ図なんですけども、ここで3月に前期の申し込みがあって、ね、そして6月には試験が実施されるということですね。第2回目の方はですね、これは7月にね、申し込みをこうやっていくと、こういうこと。そして試験が11月と、こういうその流れになってるわけですね。そして例えば前期で合格した人は、実習申し込みがやって試験が11月に受けられると、こういう形になってるわけです。でこういう流れで最終的に両方通ると、申請することによって2級の建築施工管理技士になることができるということですね。ですからまずは前期の試験、後期のいずれかを受けて、そして学科が通った人が実地試験の方の採点されて通ると、そういう形になっていきます。で前期の場合は、学科試験だけなんですね。実地試験は、ないです。6月はない。で次はね、学科試験のですね、試験問題とか時間の関係ね、これはですね、ちょっと変わっちゃったんですね。時間は一緒です。ね、2時間30分。で、この問題がね、合計ね、50問となったんです。少なくなったんですね。50問で少なくなりました。ね、ということです。ただ、こちらは選択する数変わらないので、これはこのままですね。それから、分野別の台数と、回答数ということで、この形は変わりません。要するに、建築技術。これは14問出て、9問回答すると、ね、でこの丸印のところを中心にしっかり勉強しておこうよと。これね、この一般構造とか、それから建築材料、この辺りをしっかり勉強する。もうこれだけで8台になっちゃうからね、この辺りを中心に勉強するといいんではないかと。ということで、三角形のところは、選択的に学習してくださいと。こういうことですね。それから建築関連技術ということで、例えば舗装だとか造園とか、というのは外交とかいうわけですね。それから空調関係の設備、それから公共工事標準請負契約約款といって契約関係の問題、これは必修で3問中3問、これは全部やるしかないですね。やらなきゃ、これは必修と、こういうことです。それから建築法規のところね、建築法規はですね、これは建築基準法とか建設業法だとか労働関係法あるんですけど、これ、ね、この辺りは選択的にして、これとこれはね、建築基準法と建設業法、これはね、学科試験、実地試験ともに重要なので、ここを必修的に学習して、ここからあと2台ですね、選択するようにすればいいかと思います。それから施工管理のところ、全部これは学習していただくとね、そして10問とも回答してるね、重要なところであります。大きく違うのはね、この施工の部分なんだよね。でこれは具体と仕上げが一緒になっちゃったんだよ。合計で15問出てくる。合計で15問出てくるね。でもちろんこちら側もだから合計で出題数は15問出てくるね、15問。そして回答はこの部分がなくて、ここ消えて12問回答してくるということで、15問出題されて12問回答すると、こういうふうなパターンなんで、したがってここのところは50ということだね。先ほどのこの環境のところではですね、建築技術とこんな具体的にどういうものがわかるかというと、要するに換気ですね。換気だとか気候の状態とか照明とか色とか音、こういうことはね、3問出てくるよ。でこれはね、どちらかというと選択的に勉強した方がいいね。全部やると大変だから、例えば換気やったら熱捨てるとかね、そういう感じで自分の感じで、選択性を取ってた方がいいっていうのはこれは三角形の種です。だけどね、こういう RC、鉄筋コンクリートとか鉄骨とか基礎とか、これはね、根幹になすもんで、これは必修的に扱った方が、後の勉強のためにも関連が強いですよ。ということで、こういうところは、丸が入っているところは必修で勉強していくといいでしょう。ということですね。構造力学、逆に言うと、計算不得意なんだというような人はですね、逆に言うと選択的に言ってこれをやめちゃう。だからこの黒丸は少なくとも選択をした方が、全体の流れから見ていいですよ。いうことですね。だから選択性になっているところ、大体こういう三角形なんかは入ることもあるものもある、そういう見方でこうしてくださいね。そしてこれは建築関連工事ね、例えば、舗装とか造園ね、空調とかね、こういうような、契約の工業工事の標準契約約款といったかね、そういったことはこれも選択性で勉強してみる。これが非常に範囲が広いので、これはしっかりやっとかな、最低やっとかなきゃいけないよとね、他と関連するからという感じでこれ読んでいただければと思います。続いて今度は法規ね。法規はね、
ここも書いてありますけれども、建築基準法とかそれから建設業法、これ後々大事なことですから、実地試験なんかも関連しますからね、それからこの労働関係ですね、労働安全衛生法とか労働基準法とかそういったもの、一部のね建築関連法規、これは建設リサイクル法とかさ、それから消防法とかさ、ね、都市計画法とか道路法とか、この他にもあるんですよ、いっぱいね、宅地造成法とか。だからこれを1台取るのに、これ1台取るのにずっと勉強しておかないとどれやってるか分かんないからね、まあ、そういう意味では中心にこれと建築基準法は将来いりますし、建設業務もいるでしょ、これも安全管理上いるから、この3つに絞ると、まあ、そういったような選択の仕方がまあ三角形に作って、場合によったら選択的に勉強してもいいんじゃないかと、こういうことですね。施工管理というのは基本的には一番大事な根幹となすものなので、工事の仮設の計画とかね、こういう計画、こういう工事の計画ね、交換所の届け出、まあ、こういうこと、それからネットワークの計算だとかね、それから品質の7つ道具、まあ、こういうことはやっておかなきゃいけないんで、これはもういずれも全部必修です。それから安全についてもね、この事業者 その処置だとか移動式クレーンとか足場の安全とかね、有機溶剤とか酸素結合危険の作業の安全をどういうふうにしたらいいかとか、そういったことはやはり学んでおかないと管理できませんので、ここはもう全部必修ですね、この試験ですからね、50問出て10問とも必修ですね、これはしっかりと学習しましょう。30年度からですね、こういう区別がなくなって、躯体とそれから仕上げは同じその領域の問題でこう出てくるとね、これ同じ問題で出てくる、こういう部分がなくなってるね。で、出題数もですね、15問合計で出るんですけど、この中に12問だけ回答すればいいということで、15問出題されて12問の選択をするという、こういうことになる。したがって躯体と仕上げで全体で15問で、したがってここの出題数は違うんだね、変わってるんだね。ということで、15問全体で出て、その中から12問取ってくると、こういうことなんですね。で、仕上げで勉強している人は、まあ、これを中心にやって、ちょっとこっち側も勉強しなきゃいけないね。から躯体で勉強している人は躯体をしっかり勉強して、さらにこっちか1つか2つぐらいの項目を学習しなきゃいけない、まあ、そういうパターンにこうなってくるので、注意しよう、まあ、そしたら合計ここのところが、まあ、50問出て、これは変わりませんよと、まあ、こういう形になってくると、こういうことですね。じゃあどういうことを学ぶかというと、例えば大きく分けて、こういう基礎ね、基礎とこういう基礎とね、それからこういう全体的な構造をやるような躯体というとね、こういう屋根とこういうね躯体で、もう一つはこの要するに水がかからないので防水だとかね、それから外側に見栄えを良くするタイルだとかさね、まあ、そういったものをこういうのは今度は仕上げってね、だから躯体と仕上げ、躯体っていうのは大きな構造、力学的な構造を支え、仕上げっていうのはそれを漏水、水がならないように美しく見えるようにとか、そういうようなこと、建具を入れたりとか外が見えるように、そういったものが仕上げになっていく。で、逆にこの設備っていうのは、だからこの中に水道だとか、ここにあるエアコンだとか、こういうのは設備だとかね、そして外構っていうのは、これは要するにフェンスとかね、垣根とか、まあ、そういったそれから造園の木だとか、こういうのはこっちが外構という、下水とか浄水とかね、引くじゃないですか、こういうのは外構になっていく。ということを大きく分けて、躯体と仕上げとこの設備と外構、大きく言って建築がこれがなったね。で、試験の多くはもうこれとこれとからできる、躯体と仕上げができる、ね、これに対する法律があったり、工事する時の管理、施工管理があったりする。だから基本的には躯体と仕上げは根幹を成していて、それを取り巻く工事の仕方が施工管理であり、これを取り巻く法規が、要するに建築法規とこうなっている。で、その他、まあ、設備と外構がついていると、こういう感覚で捉えてもらえばいいということですね。だから要するに躯体と要するに仕上げと、これは大きな柱であるということですね。じゃあここにあるように、じゃあそういう施工管理士になりましたと、資格取りましたと、資格取るとですね、こういったような板金だとか屋根だとかね、こういう工事ですね、建具だとか、こういうガラスとか左官とかね、防水とか塗装とか、まあ、こういうような関係のですね、主任技術者として立つことができる、こういうことを管理、工事管理することができる人になるということで、この資格を取ることによって、いろんな業種のですね、こっちで鉄骨もそうですね、こういうところの鉄骨の構造のやる関係の仕事をですね、管理することができると、
自分でやるんじゃなくして、そういうやってる人たちの安全を守ったり、法規を守っているかどうかということを監督するようなことになる立場です。自らやるというよりもそれを管理する立場になれますよ。これはこの試験の特徴ですね。さあ、合格に向けてね、何学んだらいいんだろうということになるね。これはもう前言いましたね。こういうほら、例えば大昔考えたさ、こうやってね、こういうふうなこういう木をね、立てて、で土の中に掘り込む、掘ったてってですね、掘って、でこうやって鶴で巻いてさ、でこういうのをこういう、ここまではこういうのね、骨格なすんだな、こういう、これ躯体だ。でこれから水が入ってこないようにってんで、こうまあ例えば屋根を拭いたりとか、草でこうね、かやとかそれでこう拭いて、拭いて、まあ、こういうふうに内側の手立てを取ったり、こう下を平らにいい土入れたりして生活しやすいように内部の空間を守ったり外の外壁をやるというようなのが、これが仕上げという、だから躯体と仕上げというのだから、まあ、大昔からもあったわけですよ、これね。こういうようなことをまあ考えれば、昔から建築っていうのはいかに歴史が古いかということは、人間が出てきてこういうのを作り出したら、もうすでに一番最初にやったのは建築なんだと。まあこういうものの考え方ですね。その構造の骨格となっているのが、要するに骨組みを立てたような躯体行為と、それから雨がかからないようにしたり、生活空間が楽しく暮らせるようにするために、どうしたかというと、今度は仕上げ工事を行っていた、まあ、大きく分けてこういうことをやるんですね、まあ、こういうことを頭の中に入れて、じゃあ材料はどうなんだとか、ね、継ぎ手はどうなんだとか、構造の耐力性はあるのかどうか、その品質はどうなのか、こういうことがまあ問われてくるわけだ。耐久性とか材料とか、こういうことが試験の対象になってくると、こういうわけですね。でそのために基準があるんだな、ね、建築工事の管理指針とかジャスとか、まあ、こういう昔はほら思いつきでもっていろいろやって失敗したんだけど、今はちゃんとそれを失敗を踏まえた上で、こう基準が決まってるから、こういう基準を勉強するというのが建築の2級の施工管理士に必要なことということで、この中にどういうことかで、これを読んで理解できるようになるということが一番ポイントの、そのために試験を、まあ、これをだから勉強していくと、こういうことだね。だから決まった基準に基づいてやるから、厳格に決まってない、決められてない、その基準を学習するのが施工管理技師ですよということですね。だから漠然としてるわけで、学ぶことはっきりしてる、何を学ぶべきかと、ちゃんと基準を学ぶべきか決まってるわけでね。こんなことだと、建築学だと何聞かれるの、何だろうな、これは建築学のところで、室内の二酸化炭素っていうのは、これは息吐きますよね。でどれぐらい以下で部屋の中だと、健康で保てるんだろうっていうところで大体決まってる。これも1000ppm 以下となるように、炭酸ガスが 1000ppm になるように換気しなさいよ、窓開けなさいよというようなことはもう決まってる。これ法律の基準で決まってるんです、みんなね、ということ。それからそういうことを学ぶ。それから建築の法規だと、建設業という工事しようとする、建築の工事しようとすると、そしたら許可をもらった場合ね、その時はその許可は5年ごとに書き換えなきゃいけない、更新しなきゃいけないよということは決まってる。それから施工管理って何やんだ、施工管理って何かというと、さあ作ってもらっていいんだけども、で材料を購入しようと、本当のその材料いいのかどうかよということで検査をするということで、不良品を確認するために主任技師は検査をしなきゃいけない。検査するのは抜き取り検査と全数検査だってね、そういう区分なんかも理解しながら検査の方法を学んだりするのが、まあ施工管理ということになる。それから先ほど言ったほら、建築のもともとの掘ったて小屋の木を組んだ、ね、鶴で巻いたっていうのはこれ躯体だ。でこれはどれかというと、こういう工事をする時の今度管理が大事だな、こういう水がいっぱい通すような高い地盤では、工事する時はね、高野板という鉄の板をですね、高野板を打って水が入ってこないようにして工事しなければ地下の工事はできませんよと、まあ、こういうことを、まあ、躯体ではやらなきゃいけないな、そういうことが出てくる。実際の工事する時の注意点がこう出てくる。仕上げではね、塗装したい、それから 85% 以上湿度があるときに、そういうふうに仕上げ塗材仕上げを塗っちゃいけないよと、乾かないからね、ところちゃんと決まった、こういう基準が決まったね。そこでですね、合格に必要な用具や数値で、そういうものはね、後で出てくるこのターゲット、これを明確にして学習することによってできるので、後で説明いたします。虎の巻というね、本年度一番大事なポイント、
これまとめてあります。でこれが虎の巻ということで、これは必ずやってくださいね。そしてこれは出題する可能性が最も高い項目、これをね丸×の形式で虎の巻でやってみますので、これをやりましょう。でこれはね、学習が十分でなくても、ああ勉強できなかったなとしても必ずここやってください。そしてこの丸×の答えをしっかりと考えていってください。そうするとね、一発で逆転、ちょっと力足りなかったなと思ってもここで力を十分、補うことができる、ね、しっかりと学習してくださいということです。だからその時勉強する時に、特に赤ペンなんかを使ってアンダーラインで自分の理解を、その自分で自分を激励するような、そういう姿勢の勉強の仕方をすると、すごくこれは能率が上がるので、そういうことを試みてください。それから最後にですね、テキストの後ろにね、こういったような完全合格ターゲットというんですが、これは非常に評判いいんですよ。もう非常に長い時間、16年間という長い時間、出題を徹底的に分析して、必要な項目、必要な用語、必要な数値、そういうものをしっかりとまとめ込んでいるので、これを繰り返してしっかりやればですね、これはもちろん今年度に向けてと、これは幅広く、年度と関係なく重要な知識はみんなここで学習で、これはしっかりこれを合わせて、これとこれだから両方しっかりやっていただければいいと思いますね。じゃあこれどんなこと書いてるのかちょっと見てみようか。でこの中の中身はね、これだけでちょっとこれ分かんねえよとね、この言葉は分からないと、そういう時はここのテキストの12ページ見てもらえば、ここの説明が書いてあるので、あそうか、そういうことなのかということが分かった時にこうチェックをつける。でこれ分からない、次こうだ、もうこういう感じで勉強していただければ、分かったところでチェック、これみんなチェックがついたら必ず取りますね、ということです。例えば換気にはね、第2種機械換気ってあって、これは機械で、要するにファンでこう空気を入れて自然に排気する、ね、これは室内ね、空気入ってくるから制圧になる、入ってくるからな、こういうのは手術室みたいな、要するに菌が入ってきちゃいけないところはこういったような第二種機械換気を使うね。それからボイラーなんか使うとかの第一種機械換気で調節によって、これはらしいで共にファンがついてるわけね、換気扇がついてる。でこれだからどっちを強くし、どっちを弱くしたら制圧にもなるし、不圧にもなるよと。こういうことで、こういう知識をしっかりと身につけていくと、答え書くときにすぐ分かると。こういうことね。そんなような感じのものがずっと出てくると。こういうこと。だからこういう知識はですね、用語もあるし、知識もここについてくると、ね。考え方は来ると。こういうことをしっかりと整理していく。だから、この完全合格ターゲットをチェックつけていきながら、分からなかったら元ページ読んで、そういうことを繰り返し根気よくやっていけば、もう必ずつきます。でこういうことをやっていることで実地試験が一発で通ると、こういうことなんでね、ということです。で一つですね、建築を頑張ってください。